ーが掴んだ。ラストおいヘラーレ、どうやらお前の勢いは本物のようだな。おい、だが勢いだけで勝てるほど俺たち甘くねえぞ。それからオスプレイ、お前がどう思ってるか知らんが、何が何でも今度のタイトル俺は負けるわけにいかねえんだよ。ニュージャパンワールドナウということで、ナウナウナウライガーさんです。ナウ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 メインイベントです。高木選手と高木選手対アーロン・ヘナーレ選手、オスプレイ選手。ヘナーレ選手がすごかったんですけど、ライガーさん、いや僕ね、負けはしたけど、ヘナーレ選手枝にたくさんあんなすごかったっけなっていうぐらいびっくりした。いや、人間あんな感じなの。いやだからその、なんて言うんでしょう、ヘナーレ選手自身の気持ちも、うん、本当にもうこれ崖っぷちというか、このエンパイアに入ったっていうこのチャンスを最大限生かそうっていう気持ちもあると思いますし、今まで抑えてたものを取っ払ったっていうこの爆発力、こんな人間だったんだと改めて。そうね、はい、だからあのオスプレイ選手も心強いっていうか、本当に同等同格としてタッグを組んでるんだろうなと思います。伸び伸びやってる分ね。だからあの今日は負けはしましたけど、全然あの2人気にしてないと思う。で、あの高木選手と真田選手も今日勝ったからこれで大丈夫だっていう気持ちはさらさらないと思う。そうですよね、うん、ですからこの後真田選手対アーロン・ヘナーレ選手のシングル、そして高木選手とオスプレイのシングルが、もうがぜん楽しみになってきましたね。いや楽しみだし、僕らはね、うわすげえや楽しいやでいいかもしれないよ。やってる選手は本当に骨身に染みてると思うよ。ボロボロになりますよね。ボロボロになる。はい、本当はそういう激しい戦いもありながら、今日の第3試合ですよ、棚橋選手と KO 戦が組んでパレットクラブ、この中で健太選手が坊ちゃんと言ってる彼女、彼女、はい、でも結局あの吉田選手が取り返したように見えたんですよね。見えました、取り返して持ってきましただよね、はい、そしたら健太選手が後から追いかけて、はい、あれは誘拐ですか。何誘拐というか、強奪かな、強奪、略奪愛、略奪愛、なんか一緒にベッドに寝てる人を聞いたよ。いや本当そうですよね。なんかそのホテルであの初めてのお泊まりみたいなことも載せてましたし、本当、はい、もうだからもう何でしょう、健太選手に抱かれた吉田坊ちゃんを吉田選手に取り戻し、それをまた折り返すっていう、こうやっぱ坊ちゃんにも本当に惚れ抜いてるんじゃないですか健太選手が。いやこの愛がもう憎しみとか愛想劇に変わっていったのか。ああ一番人間で立ち悪いわそれ。ヒルドラ的な。ドロドロになるよ。ドロドロですよね。どうすんだこれドロドロ。いやそんな中ね、もう吉橋選手と健太選手、そしてそのケイオスバルトクラブのネバー6人も間近に迫ってきてますから。はい。いや本当選手の皆さんご苦労様です。生き抜くがなりません。まだまだでもこのシリーズのツアーが前半戦ですから、まだね、はい、まだ前半戦ですから、はい、まだ次のニュージャパンワールドは、4月の18日曜日から18、19、20、3連戦後楽園生配信しますので、もうこのね1大会とも見逃せないですよね。見逃せない、この熱い戦い、はい、はいはい、坊ちゃんの愛想劇も含めてぜひ皆さん今度は18日6時30分よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ引き続きニュージャパンプロレス、そしてゴン太くんについてこい。ナウナウナー